この時間は清水エスパルス対京都サンガ FC、 こちらをご覧いただきます。このスタジアムで今日はどんなゲームになるのでしょうか。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。北澤さん、442のシステムで今日来ているんですが、ツートップです。これは監督何を期待するんでしょうか。そうですね、ツートップだけで点が取れるということですよね。やはり2人だとうまく起点になって、もう1人がこううまくそれにサポートしながら参加できるという形を作れればという狙いはありますよね。このツートップの機能なんですけれども、それぞれにどういう役割、理解、戦術理解、これ期待するんですか。そうですね、今日の場合でいうと1人ターゲットになってますので、はい、で1人シャドウで動けるということで、非常にこう2人でも攻めていけるんじゃないかなと思いますけどね、はい、トップがセット後のこぼれ球をこの選手が拾うことによってチャンスが作れるという狙いがありますよね、はい、清水のキックオフでスタートです。清水エスパルス対京都サンガ FC、サイドをご紹介しましょう。左から右に清水、反対セット、本田止める、これはよく止めました。いや、キーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。このピンチよく防ぎました。コーナーキックです。上げてくる、どうだ、あ、ダメだ、いやこれは惜しい。うーん、これは直接出てしまいました。これはつながりません。さあ中はいる、ルーズボール、このパスを防ぎ、ミドル、やっぱり一瞬開けば打ってきますよね。まあ、ミドル得意ですからね。武田、ミドルシュートでした。スペースを狙う、外側から攻めていく、上げる、頭、いやピンポイントで合わせてきましたが、このヘッドは決まりませんでした。前線出てくる人数が多いでしょうね。清水、入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。大きく前線へ、立つた、長いボール縦へ、もういい形ですよ、いけるか、ちょっと伸びてしまいました。キーパー前へ蹴り出します。プレスからボールがこぼれる、縦へ送る、ここはカットします。松田、松田からピーター・ウタカ、これファール、これはファールではありませんでした。カットするか、シュートー、いやー、先制京都、もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これは今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。まあ、ボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを固めてたんでしょうね。なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったということじゃないでしょうかね。いや、大きいですね、このゴール、はい、リードしたこともありますけども、ゲームの主導権を握る上では非常に有利な得点と言いますよ ね。 そうですね。この後も流れに乗りたいでしょうね。これで今日のゲーム面白くなってきました。さあ京都、今日先制はこの早い時間でした。
いや目が覚める一発になりましたよね。これでさらに主導権が握りやすくなりましたしね、このまま流れに乗ればいいですけどもね。しかしいい時間帯ですよね、はい、相手の出方がどう来るか注目ですね。クリアです。裏のスペースを狙う。このボールに触ります。さあ右へ預けて、清水は現在1点差でリードされているも、ポゼッションでは相手を上回っている状況です。まあ一つ言えるのはフィニッシュの精度がポイントになってくると思いますね。前半の中盤という時間帯を考えてじっくりいってると思うので、あと一つ押し込みたいところですよね。ここはいいプレスで奪います。福岡、白井へ。清水としてはここはまだリスクを犯す時間帯じゃないので、失点しないようにじっくりいくことが大事ですよね。スルーパス、ここは対応します。さあ左へ預けて、大きく縦へ。これはつながりません。ゆるく狙ったボール、これは再処理。この位置でボールを受けます。中で味方の選手が待っていた。シュート、触る。この場面でスーパーセーブです。キーパー前へ蹴り出します。これをカットします。裏のスペースを狙う。このボールはつながりません。スルーパスを出す。おこれいいでしょう。カウンターを仕掛けます。抜けてくる。さあ勝負。いやーあっとキーパーを抑えます。ちょっと押し出しが大きくなってしまいましたね。今の飛び出しのタイミング、いやいいんじゃないでしょうかね。これを繰り返すことが大事ですよね。サイドのスペースへ走らせる。おこれいいですよ。届くか。仕掛けるか。これは来た。いけるか。ここはカットします。ここで受けて、来た。どうだ。シュート。ミドルシュートに行きました。武田、勝田、長いボールを送ります。裏を狙っていきます。もうこれいいでしょう。チャンスにシュート。いやーどうか。エスパルス、ここでスコアを同点にします。いいですね。熱い一発になりそうですね。強く足を振り抜いてシュートをネットに突き刺さりました。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはいやーどんぴしゃなタイミングでスペースを生かしましたね。いやパスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してとイメージが共有できていないとこういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。清水、同点に持ち込みました。一旦仕切り直しですね、はい、得点上は5分。精神的には追いついた側の方が若干有利な面があるかもしれませんけど、ちょっと展開読めなくなってしまいましたね、はい、上げて、あ、止めた。わずかに右へそれました。京都、チャンスを迎えたシーンがありました。完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン。いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。大きく前線へ。これを拾いたい。あーこれファウル。危険なプレーのようにも取れましたが笛はありません。取らないですかレフェリー。ロングフィードで狙うと、これはつながりません。さあここでカウンター。これ仕掛けるか。おいい形ですよ。さあつながるか。さあ抜けた。1対1対1。シュート。キーパーすごい反応を見せました。いや素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。
常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。さあどうする、クロスが上がる、いけるか、シュート、神福本のセーブ、素晴らしい反応でした。縦へのボール、浅田、ここでレフリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。見応えのある好ゲームです。さあまずは最初の45分を終えました。お互いに言えることは全力を出し切らない限りは勝利はものにできない、そういう意気込みっていうのは強く感じますよね。清水エスパルス対京都サンガ FC、 1対1の同点で前半を折り返します。さあ後半です。ファーストハーフはお互いに1点ずつとそれなりにゲームに動きがありました。荻原、松田へスルーパスを狙う、いいボールだ、このボールはカットされます。片山、裏へのスルーパス、おいい形ですよ、仕掛けるか、さあ右へ預けて、もういいですね、さあ中はいる、上げる、ちょっとパスが長すぎました。大きく前線へ、白崎、アーチのようなパス、ここは対応します。白井、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。武田、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。松田、松田からのクロスボール、権田、ここは抑えました。立田、さあ右へ預けて、裏を狙う、いいボールだ、さあ来たか、裏を狙っていきます、1対1、シュート、いやいや、ナイスセーブ、いやいい反応ですよね。カウンターを仕掛けていきます、裏へ出るか、さあ来たか、これはどうだ、いけるか、さあピーター・ウタカ、北ボックス内、シュート、いやいや、ナイスセーブ、いやいい反応ですよね、ナイスセーブですよね、これは素晴らしい反応でした。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これ今日のゲーム見応えがさらに出てきました。引き締まったゲームになってますけど、あるとは思いませんよね、はい、大きく縦へ、おこれいいでしょ、ふわっと裏を狙う、いけるか、抜けてくる、抜けた勝負のシーン、神福本のセーブ、クレタイ、まだある、おっと、シュート、神福本のセーブ、素晴らしい反応でした。いや、あの位置からのシュートですからね、ファインセーブですね。この場面でスーパーセーブです。コーナーキックのチャンスになります。ボールが上がる、ヘディング、このヘッド報われませんでした。まあもらうまでにフリーだったと思うんですけども、しっかり寄せられてましたよね、体を。まあ寄せられてなければ決めれたでしょうけどもね。清水が決定的なチャンスを迎えたシーンでした。裏のスペースを狙う、このクリアボール次へつなげたい。ボールを下げてリズムを作るか、キーパー前へ蹴り出します。激しいボールの奪い合い、松田からピーター・ウタカ、ふわっとしたボール、カット、危ない、こういうシーンは緊張感があってハラハラしますね。立て直します、つなぎたいところだ、
前線にボールを送ります。危ない、緩いボール、ここは対応します。いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。このパスが抜ける、スルーパスを狙う、おーこれいいですよ、スペースを狙う、どうだ、シュート、勝ち越し京都。今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね、いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。いやー、どんくさなタイミングでスペースを生かしましたね。いや、パスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してとイメージが共有できていないとこういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。清水はここでベンチが動きます。さあ清水、同時に2人の選手が入れ替わります。さあ京都、待望の1点をもぎ取っています。京都としてはこれで安心して引いて守れますよね。そうですね、大きな1点ですよね。はい、ここはすぐ奪い返します。京都、ゆるく狙ったボール、おいい形ですよ。ここで丁寧にコントロール、あー、ここ取らないですか、レフリー。中は枚数います。縦を使います。失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。いいプレッシャー、福岡、裏へのスルーパス、裏へ抜けた、チャンスを演出できるか。ここは奪います。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうという感じ出てますよね。柔らかいボールと、これはつながりません。この後ですよね、しっかりと切り替えたいところですよね。おっと、ここでイエローが出ました。あ、これは一つ前のプレーですね。両チームともメンバー交代があるようです。このスルーパスは通りません。荻原、ここは一旦バックパス、キーパーからのロングフィード、宇高、ロングフィードで狙う、このパスはキーパーへ。さあここからの展開、あーっと、ここで試合終了のホイッスル、2対1、清水わずか1点の差で負けてしまいました。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。清水としては立ち上がりの失点が痛かったですよね。まあ相手の様子を探ろうとしていたんでしょうけども、ちょっと受け身になりすぎてしまいましたよね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。
ツボ